ポンアイドル劇団前座ハリウッドです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、トレーニングということで、はい、2日目ですよね、はい、2回目というかね、はい、今回はですね、あのニクロス・ペタスさんに教えていただくと、はい、いうことなんですが、僕知ってる、うん、ニクロス・ペタスさんだよ、うん、俺昔ね、小学生ぐらいの時にね、ゲームでね、K-1 のゲームがあって、それで使ってたの。使ってたとか、あんまり大きなこと言わないで、使わせていただいてたとか、そういうなんか、応用しようかな、こう、うまく。ああ、そうか、うん、でも、その本人がいるんだよ。いるね。だから今日、すごいんじゃない？え、怖いかな、クラスペタ。怖い。怖い。え、ゲームの感じとかだったらどんな感じだった？ゲームの感じだったら、みんなともお互い、すごい戦ってるからね、それは。それは戦ってるから、それ。ね、試合中は怖いかもしれない。でも、マジ綺麗だから許してもらえるかな。大丈夫かな。いや、その考え良くないと思うよ。見た目で決めてた俺、地獄の層だね。今日どうなるか分かんないもんね。怖いですよ。ムキムキなのか。ぜひね、はい、ユーマのムキムキ姿をね、お楽しみにください。それではみんな、頑張りましょうか。はい、はい、頑張りたいと思います。行ってきます。行きます、頑張ります。しっかりとチームワークをできるような感じのボートにしましたので、そのままちょっと頑張ってください。はい、強い。これはギュッと絞って、結構パワフルな足を蹴り上げて。そうそうそう。どう？おい。そうそうそう。胸張って。そう、目をこうやってね、あの背中を曲げないように。パートナーを組んでもらいます。なんで2人ずつ合わせて、what we're trying to do here is going to do a team walk of 100 kettlebell swings as a team, so don't drop the kettlebell. 鉄の塊を持ってやるんですけど、2人が1個ずつ持つ。で、100回がチームとしては終わるまでやってもらうんですけど、その間にはベルを下ろしちゃいけない。で、ここからこういう風にスイングをさせる。12だ、普通に。これ何？これより重いですか？基本ですね。基本は、when you put your hands on your hip, a little bit lower there, you can actually feel the hip. Right, this is an open hip. Swing! Swing! もっと足を閉じて。こういうアクション。後ろと前。うん、今ね、こういうことやってるけど、僕はこういうことしてる。3、2、1、GO! はい、始まった！はい、100回チームとして応援してあげるんだよ、仲間なんだから。よし、いける？ペットボトル持ってる感じが分かんないんですけど。ほんでしゃがんでもらって上に投げる、上に投げる、これの繰り返しですね。しゃがんでからのカウントになるから、しゃがんでないとあれノーレップになりますからね、気をつけてください。胸張って、そうそう。でもしもちょっと疲れたって言ったらお願いしますって言ってみて。お願いします。はい、あーお前雑だよ、どうすんだよこれ。2人とも合わせて20回のブーピーしなきゃいけない。で、ブーピーはこれ、これは20回、あ、10回ずつですね。 OK? Don't drop it, you will be penalty。 全然なんでもいいです、とにかくチームとして100回終わればいい。で、そのチームプレーがすげえ大事である。レースの時には絶対に必要になってくるから。3、2、1、GO!21!
よ。無事につけて、無事につけるんだよ。おはい、頑張って。もう一丁いくよ。71。おお、来た。72。73。おい、ちゃんとしゃがんで。70。はい、ここまで。75。どうだ、いくよ。 OK。 はい、86。あ、おお、押さないで。おお、いいんだよ。よし、それではその体力の面ではちょっとあの多分困ってると思うので、一応その自分なりの練習になるようなことをあの考えてあげたんだけど、宿題としては、次回までには必ず、30分間を踊りっぱなし、あの 踊りと歌いながらずっとやりっぱなしをちょっとあの一つの挑戦としてあの持って帰ってやってください。はい、好きな曲で選んでいいですよ。自分たちの曲だと思いますけど、その中でそれをずっと連続30分やれるように。はい、以上です。よろしくお願いします。僕たちが全日本アイドル劇団前座ハリウッドでした。はい、ただいま無事ニコラス・ベガスさんのトレーニングは、終了しました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。はい、きつかった。何、もうね、チーム戦だったんですよ。2位に呼ばれて、でもね、やっぱミスしたらペナルティーがあるんですけど、ちょっとうちの最年長がね、正直なんかボールを落とすゲームってなってます。違うでしょ。今回ね、宿題を出されたんですけども、はい、まあ、覚えてますか、宿題。はい、なんか30分間歌って踊るでしょ。そう、30分間何にしますか。好きな曲でいいよって言ってたんで。いや、それはやっぱり激しいやつがいいよね。激しいやつ。ハズカム。ハズカムかな。違うんだ。え、ハズカムだってやったらさ、旅行とかでもいつも遊んでるよ。ハズカムしないよ。そうじゃない。激しいやつだもんね。あれは一生懸命やってる。一生懸命毎日考えて考えて。だからそうやっていつも遊んでるから、さっきのやつも落としちゃうでしょ、ボール。じゃあアルグレーとかにしますか。ダメだって。じゃあハリウッドルール。ハリウッドルールじゃないの。違うね、違う。なんで。そういうのじゃなくて、やっぱり一番辛くて頑張らなきゃいけないのはエアボだと思う。エアボイズ。ああ、え、なんかさ、ちょっと前回から嘘つき付いてるんだけど、すごい気合いしてる。え、だって厳しく、もうクリアしたいじゃん。いや、したい。クリアはしたい。本日本番じゃあ宿題いつしますか。じゃあそれはやっぱりライブ後じゃない。はだって一番きつい時にやらないと意味ないじゃん。いや、だからきついライブをしてるじゃん。だからそのきついライブの後にもっときつくやろう。もっときつくやって自分たちを追い込む。これ言っちゃったら本当にそうなっちゃうんだって。え、だって本当にやるでしょ。ということですので、宿題みんなで頑張ってやって、そして当日のためにもっとパワーアップして、そしてね、当日クリアしたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、僕たちが全日本アイドル劇団前座ハリウッドでした。ありがとうございました。ありがとうございました。